はい、前回までに酵素反応は阻害剤って呼ばれるものでその効果が抑制的にまあ影響を受けるってことを話したと思うんだよね。で今回はその生体内に存在している酵素、まあ、これもね実はさまざまな調整を受けてうまく生成物の量が調整されてるってことがあるんだけどじゃあその酵素自身は生体内ではどんな調整を受けているのかって話をちょっとしていきたいなというふうに思う。じゃあ見てください。いきます。ね、で まあ何回も説明してるからわかると思うんだけれどもこの酵素っていうのは本来はこの気質と結合することによってこの生成物ができこの生成物が体の中でまあ必,要な必要に応じてさまざまな部分にこう使われていって僕らは生きることができるんだけどでもこの生成物は足りなすぎるのも駄目だけど。 多くありすぎるのもそれはそれでダメなんだよね。つまり一番いい状態、つまり一番いい量で調整されなきゃいけないって言った時に、それにはこのこうこれを作り出すために必要なこの酵素の調整っていうものがあるんだよ。ね。そうすると生体内の化学反応の調整として、まずはこの酵素自体の量が 多くなったり少なくなななっっったたりり少てことがあれば単純にまあこの量は調整できるの、まあ、これはすごく単純だからいいんだけど今回はそうじゃなくて酵素の量を上げ下げすることなくその酵素自体の活性を上げたり下げたりみたいなことをすることによってできる生成物量を上げたり下げたりまあ言ったら一定の量をとたまって 保っったたりししてていいいいくようなそういう,うななそメカニズムをちょっと説明していきたいじゃあそれは実際何かっていうとうね歩酵素とかあるいはフィードバックって呼ばれるようなものなんだけどだからさっきも言った通り今回はその歩酵素とかフィードバックってものがその酵素の活性に対してどういうふうにまあ影響することによって実際体の中ではその生成物量ってものが一定にあるいは必要に応じて上下してくるのかっていう話をしていきたいなというふうに思います。 はいじゃあね酵素活性に影響を及ぼすものってことでまあ、まずはね歩酵素の話をしていきたいなというふうに思いますじゃあ見てくださいですかねで歩酵素っていうのはまあ歩はねまあ、こう補うっていう字を書くんだけどまあ、補うっていう字以上に実は非常に重要なものだってことをみんなまず理解をしてほしいんだよねまあ、ちょっとまず見てくださいで気質があって酵素があってね気質と酵素は結合して 酵素、基質複合体を作っていくんだけど今回の基質と酵素見てみるとねここの部分とここの活性中活性部位どうかっていうと全然形が一致しないよね。うん、そうするとね酵素活性には実は歩酵素を,歩酵素を必要とするるものがね実は細胞内に数多くあるんだよねだからこの状態だと結合できないんだけどここの部分に歩酵素がペッてこうくっつけるとはい。 ね、くっつくとこの時に初めて気質は結合できるようになって、はいね、で結合できたからこのあと質はあパッカンみたいなね生成物になれるみたいな感じ。そうするると結局酵素はいるけども 気質がちゃんと生成物になるためには補うなんて言葉が書かれてるからあれあんまり重要じゃないのかなって思われがちな歩酵素がここの生成物の合成には非常に重要になってくるってことがわかると思うんだよねうん。じゃあその歩酵素って呼ばれるものはもう一回言うけど酵素の活性には非常に重要どころか絶対に必須なものなんだけどじゃあその歩酵素の実態はどんなものなのかってことをちょっとまず出しますですか 補酵素っていうものはまず非タンパク質です。例えばでいうとビタミンみたいなもの。だから実際タンパク質っていうものは熱が加わるとまあ簡単に形が変わってしまうようなそういう特徴があったと思うんだけどこの補酵素の場合は熱に非常に強いってことがあるわけでさらには特徴としては低分子非常に小さいんだよねでさらには酵素とのまあ結合が可逆的つまりくっついたり離れたりっていうことが実はあったりするわけ。 ただこの歩酵素の特徴として示した低分子だよとか酵素とはくっついたり離れたりが容易だよみたいな性質っていうのはいきなり分かってきたわけじゃなくて実はある実験によってその性質っていうのが見えてきたってことがあるのそうするとさっっ出したたんんだだけど実実はこれ透析っていう実験をやったんだよね、うん、そうすると透析ってまあ言葉は聞いたことあるとは思うんだけど実際今回のこの特徴を知るための透析はどんなことをやったかというと実はこんなことをやったんだ。 そう,そうねまずこのセロハン膜っていう小さいものだけは通すことができるほ、まあ、本当に小さな穴が開いていて小さいものだけは通すことができるまあいったら半透膜を用意してもらってそこにこの酵素と補酵素が結合した状態のものをここにバンってこう入れるわけ。うん、そうするとそれを実際にこのビーカーの中にこう入れてあげるとこの中には水が入ってるわけなんだけどね水も小さい分子だからこの中をこう出たり入ったりみたいなことが起きる。 である程度時間を置いた後にこのセロハン膜の中に入っているこの溶液を使って酵素活性があるかどうかってものを調べてみたら実は酵素活性がなくなっていたってことがあったんだよね。まあ、それはどうしてかっていうとこの補酵素っていうものは酵素活性には必須なものだってことはさっき説明したと思うんだけど実はその補酵素がねこのセロハン膜の小さな穴を通過するってことが分かったからな。 うん、ってことはもし一回くっついてしまったら離れることがないってことがあったらこういうふうな膜の中にいたってずっとくっついたまんまだよね。でも外に出ていっててっっっしまったってことは 酵素とはまあ過逆的に合、まあ、くっついたたりり離れたりしやすい生成があるのかな。しかもこの膜を通過できるってことは少なくともその補光素自体は非常に小さいものじゃないとダメだよねってことが分かってくるとつまりもう一回言うけどこの透析っていう技術によって補光素の低分子でくっついたり離れたりってしやすいよっていうところがまかす。 ここの性質がが、ね、分かっっててきたってことがあるけどで一応透析をもうちょっと一般的にどんな方法かってことをみんな説明しておくと大きい分子と小さい分子を今回はセロハン膜だけどね半透膜って膜を用いて大きいものは中に小さいものは外側にっていう風な感じで分離をする操作っていうものを透析っていう風に言ったりするんだよね。まあ、よくく腎臓が悪い人なんかかは透析に行くとかって あれは血液をその透析的術でいったらい、まあ、小さなね老廃物なんかをまあ言ったら外に出してまあきれいな状態にして体に戻していくみたいなつまり小さな老廃物だけを外に出してあのクリーンにして腎臓の代わりにやってあげるみたいなものが透析まあみんなが聞いたことある透析はそういうことなんでねで。一応今回のポイントをちょっととげておくと まあ酵素活性にはまあ結局補酵素ってものが必要な場合がまあ数多くあって補酵素はこういうい特徴がまあ,あるんだ、ね、しかもこれは透析って技術によって分かってきたってことなんだよ。でね,でね今回はその酵素の活性を補酵素がまあいったらこう制御している調整しているって話なんだけどねポイントとしてはね補酵素ってものが 低分子だってところが非常にに重要になってくるわけこれどういうことかっていうと酵素の量を多くしたり小さくしたりでは少なくしたりってする場合は酵素自身が非常に高分子、まあ、言ったらすごく大きいものだから作るるまでにに非常に時間がかかるってことなんだよだから体にその酵素が必要だよって言った時にね「分かりましたじゃあすぐ作ります」って言ってもものすごく大きいと「できたよ」って言った時にはもう手遅れみたいなことが起きるわけ。 でも低分子である歩酵素はちょっと必要だよって言った時はすぐにできたりとかするんだよね。うん、つまり大きな酵素を 保ちながら小さな部分でその活性をオンオフをするってことができれば必要に応じて低分子な歩行素を作ってすぐにその酵素活性を上げるあるいはそれをすぐに分解することができればその酵素活性をすぐに止めることができるまあ、こういう意味で歩行素を使って調整するんだってこんなイメージなんだよね、うん、だからこの中の四角の中の部分ももちろん覚えてほしいんだけどそういう意味で調整をしているってところを理解しながらね復習するようにしてみてください はいじゃあね酵素反応の調節ってことで次はフィードバック調節を説明していきたいなというふうに思いますじゃあ見てくださいねフィードバック調節の場合はまあそれはね、まあ、なんて言うの言葉で言ったらすごく簡単なんだけどイメージをしておくってことが非常に重要だからみんなにはこれねこれをちょっとちゃんと目に焼き付けてほしいでこれは何かっていうとまずある物質があってまあ今回物質 A が 酵素1によってその酵素反応を受けると B になりでまあこれ生成物だけどこの B はさらに酵素2の酵素反応を受けると C になってこの C が僕らからにとって非常に重要なものだったとするよね。で実際この C が足りない時はどん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 この反応が起きて C を供給してくれれば非常にいいんだけどじゃあ作りすぎてしまって C の量が過剰だよっていった場合はまあ一見良さそうなんだけどね。 でも本当に必要な時に、まあ、A が足りない B が足りないみたいなこと自体が起きてしまったらちょっと大変だからやっぱり作り作すぎも良くないんだよね、うん、そうするといっぱい作られてしまった C っていうのはこの反応を何とか止めて C が多くなりすぎないようにってするために実はこの最終的にできた C 自体が実はこんな感じなんだよ。うん 酵素 1>, 1に影響を及ぼすことによって今回は阻害だけど止めることによって A から B に行くって反応をストップさせるそうすると B がなくなるわけだから結局 C の量はまあそれ以上増えないってことが起きるよね。 うん、だけど実際にじゃあそれで止め,止め続けることが、まあ、実際いいかっていうと C はどん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 体にとって必要なものだから消費されていくそうすると C の量が減ってくると今度はこの阻害効果ってものが薄れてくるからそれに伴って A は B になり B は2の 酵素2の働きによって c になってきてってことによって、c はまた足りない状態からだん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 供給されてくるってことが起きるわけです。つまりこれが起きることによって、c の量は少なくなりすぎず、さらには多くなりすぎず。ってことで非常にいい状態の濃度ってことがこ保たれてくるみたいなことが起きてくるんだよね。うんね。そうするとポイントとしては？ 生成物が酵素の活性に作用し最終的にその生成物の酸性を今回阻害だけど制御する、ね、これは最終的にできたものが元に戻ってってことなんで実はフィードバック調節っていうふうに言うわけ。 僕の体全体の中でも起きてるんだけど実はね細胞の中でも常に常に起きてたりってことがあるわけつまり僕らこのフィードバック調節をうまくうまく使うことによって生成物量っていうものを基本的に一定に一定に保っているなるほど。だからもう一回言うけど生成物が 酵素に対して阻害効果をまあ発揮することによってつまり酵素活性を調整することによって生成物の量を保っていくねこれが今回言いたかったフィードバック調節っていうふうふなものですねちゃんと補酵素と合わせて覚えていくっていうふうにしてみてください。いじゃあね今回の酵素反応の調節に関する内容を問題で確認していきましょう。じゃあはい見てください。 酵素反応について次の問いに答えなさい ① 歩酵素はどのような分子であるかその性質を2つ答えなさいね。歩酵素っていうのは歩なんて言葉がついているんだけどいいある酵素にとってはその酵素活性を発揮させるためには絶対的に必要なものなんだよね じゃあその絶対的に必要であるその補行素っていうのはどんな特徴があったのかまあいくつかあったと思うんだけどその中の2個を答えてくださいねちょっとまずは2個書いてみるよどんなものだったかというと確か低分子ねさらには非タンパク質ね タンパク質でできていないっていいいなっうことがあるから、まあ、本来タンパク質ってのは水あごめん、ね、熱に弱いっていう風なそういう性質があったと思うんだけど補光素はタンパクでできてないってことがあるから、まあ、実際熱に強いみたいなそういう性質もあったと思う。でさらには低分子だってこともあったんだけどその低分子である補光素はさらにはその酵素の部分とくっついたり離れたりまたはまあ離れたりくっついたりみたいな感じで、まあ、常に常にずっとくっついてるわけじゃなくて、まあ、そのの 過逆的に結合するみたいな特徴があったと思うんだよねだからいずれにしてもまあ今回は2つなんで低分子だよとか非タンパク質だよあるいは熱に強いよとか、まあ、くっついたり離れたりするよみたいなところを答えにしてくれればいいかなというふうに思いますじゃあ2番目セロハンによって酵素と補酵素を分離する操作を何というか答えなさいね。さっきもちょっと特徴で言ってしまったんだけどいい酵素の部分と補酵素の部分は くっついたらずっとくっついてくっつきっぱなしじゃなくてくっついたり離れたりをするんだよね。そうすると小さな分子である歩行素は大きい酵素の部分と離れるとそれをある操作によって分離することができるその操作を聞いてるわけだけどそれを何て言ったかこれをね透析っていうふうに言いましたね。 半半透透性を持っていいいる半透膜で大きい分子と小さい分子まあその小さい分子はそのセロハン膜のような半透膜を通過することができるからもうけよ大きいものと小さいものを分ける、まあ、そういう操作のことを透析っていうふうに言いました。ね、だから今回は酵素と補酵素を分けるときに透析を使ったみたいな話であの講義では紹介させてもらったんだよね。うん、じゃあ次3番ね生成物が 酵素に阻害的に作用するなどして生成物量を調節することをなんというか答えなさいね。最終的にできた生成物はもちろん体にとって必要だからどん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 作られていいような気がするんだけど作られすぎっていうのは実は本当に必要な時に足りないみたいなことが起きてしまうから実はなるべくだったら止めたいってことがあるわけつまり体の中ではその生成物はありすぎてもダメだし実は少なすぎてもダメってことがあるから 一定の濃度を保ちたいってことが実はあるんだよねそうするとその生成物自身が自分を作るのに関わった酵素に対して元に戻ってそれを止めたりってことをすればできすぎってことがまあ抑えることができるよね。そうすると最終的にできたものが元に戻って調節をするっていうところからこの名前が付いてるんだけどこれのことをフィードバック。 調節っていいう,うに言いますねだからフィードバック調節は今の説明の通りちょっと喋ってみたらすごく簡単なんだけどそうじゃなくって講義でもやった通りちゃんと絵を思い浮かべながら最終的できたものはいこうやって戻ったみたいなねこういうのをしっかりこう一致させながら、ね、ここの内容しっかり覚えるようにしてみてください。<music> はい、じゃあ今回のね酵素反応の調節の内容をまとめていきたいなというふうに思いますじゃあはい見てください。ですかまずその酵素反応の調節には酵素自体の量が多くなったり少なくなったりっていう調節もあるんだけどいい実際その活性がまあ言ったら高まったり低くなったりっていうような調節ももちろんあるわけで実際まず注目してほしいのは何かっていうと。 補酵素っていうのは何かっていうと酵素の活性にとっては不可欠なもので実際どんなものだったかというと非タンパク質タンパク質でできてなくて、まあ、熱に強いあるいは低分子でさらには酵素とくっついたり離れたりってことだから酵素と可逆的に結合するみたいなそういうふうな性質のあるものでした。で実際今回ちゃんとこの調節っていうところに乗っけてみるとじゃあんで補酵素が調節なのかっていった時に。 歩行素ってものが低分子だってことが重要になってくる。それはどういうことかというと。低分子だからこそ、体の中で作ったり壊したりってことが割と容易なんだよね。だから、大きい分子である。酵素っていうものを作ったり。 壊したりってことは非常に大変だけど、小さなものでそういうふうにこう調整しやすいもので細胞の中でうまくこう制御していけば酵素活性自身をオンしたりオフしたりってことが非常に重要あの容易になってくると思うんでね。だからそういう意味で歩行素を覚えておいたし、でさらにその歩行素が低分子でさらに化逆的に結合するよっていうのはこういった実験これ何だったか覚えてるかなこの低あのね。 低分子のものと高分子子のののももと高大きいものと小さいものを分離するっていう操作で透析っていう技術があったと思うねつまりこの技術を使うことによって歩光素の低分子と化学的な結合というものは明らかになってきたってことがあったと思う。でさらにさらに歩光素だけによる調節だけじゃなくてもう一個の調節としてはフィードバック調節っていうものがあったと思う。ものはある物質が さまざまな酵素を経て最終的に C の状態になってくるとこの C の状態になったこの最終的な生成物っていうものが元に戻って酵素に対して影響を及ぼすことによって C ができすぎたり。 あるいは C が少なすぎたりってことをうまく調整していくっていうのが確かこのフィードバック調節ってものだったと思う。ちょっと読んでおくと、生成物が酵素の活性にね生成物が酵素の活性に作用し、生成物の酸性を制御していくね。だからこの最終的にはこのフィードバックとか呼吸酵素ってものをうまくこう調整することによって。 細胞の中の最終的な生成物量は一点保たれてうまくうまく化学反応がこう調整されて生きることができる、ね、こういうふうにイメージをしながら歩行操とフィードバック調節っていうものを復習するようにしてみてください。